体系をなすにはあなたの協力が必要です。よろしく頼みます。お任せください。この総分裂、あなたの駒としてお役に立ちましょう。群雄に混じってみるというのも面白いかもしれないね。私が乱世を治める器か否か試してみよう。よかったら君も一枚噛んでくれ。承知しました。妙計奇策をもってあなたにお仕えします。俺もいつかはあのような大志を掲げてみたいものだ。皆が乱世の収束を望むなら俺はそれに応えたい。手伝ってくれるだろうか。ええ、いいですよ。築城と計略、それ以外もお手伝いしましょう。理想を抱くにも資質はいる。俺がそれを得る日は来るのか。まずは勢力範囲の強化を。強固な地盤は何をするにも優位に働きますから。義兄弟としてあなたを信じます。俺もあなたの信頼に応えましょう。私たちの絆はここで結ばれたの。もう誰も断ち切れないわ。私にとってあなたは特別な存在になった。もう誰にも奪わせないわ。今日の情景はよく覚えておきます。いかなる時も誓いを違えないように。
これからはあなたの夢を見ながら眠るわ。待ってください。それ以上は。俺の秘密を知るのはあなただけ。あとはお願いします。私を一人にするの？そんなの許さないわ。争いのないよう気づかなければ。あなたに会う日を待ちわびていました。これから親子としてよろしくお願いします。ありがとうございます。どうしよう。いつもは意識してなかったのに、急に。ありがとうございます。怪しい点がないのに妙に気にかかる。心というのはままならないな。あなたの金券立候が兵の盛況さにつながっています。今後とも頼みます。身に余るお言葉、今後一層精進いたします。白状をしますと、俺があなたに寄せていたのは信頼だけではありません。あなたを深くお慕いしています。この先を俺と共に歩んでくれませんか。
あなたの隣にいるのが俺でよかった。今とても痛感しています。今日から私はあなたの妻。精一杯お支えしますね。幸せで良いのでしょうか。泣いてしまいそうです。これからは二人だけの秘密も増えるでしょう。機密保持にご協力くださいね。この状況下での最適解だと考えました。似合わないことは重々承知です。市中に不安材料はなさそうですね。この調子で見守りましょう。おお、これは贅沢な。毒味は済ませています。安心して召し上がってください。うん、
顔色を伺うだけでは祭りごとは成立しません。ですが負担は最小限度に抑えたいですね。あなたの才が必要なの。一緒に戦ってほしいわ。俺を生かすとは、まさか最初からそのつもりで。即時返答を願います。我が軍の一員として生きる意思はありますか？私を許すというの？まだ終わらないのね。姉上と出陣するとつい楽をしてしまいます。作戦理解が迅速なので。安心して、あなたは誰にも奪わせないから。兄上の背中を追いかけるわ、いつものように。あなたを頼るのが癖になっていますね。兄として気を引き締めなくては。